俺の班のところへ戻る。奴ら、そう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前、君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グッチャさん、エレン止まるな。進め、エレンを守れ。メラタの中身が、それとも複数いるのか。やっても、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。今度こそやります。俺がやつを。ダメだ、巨人にはなるな。俺たち3人で女型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びます。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ。救ってやる、分からず屋のクソガキめ。エレン、俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。
でっかい銃を助けに行ってやらないと厳しそうだな。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。すげえ、あの女型が一方的にとどめだ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。
あ